めっちゃ寒かったですよ今日帰るとき。びっくり、秋を感じました。この家めっちゃ寒いんじゃない？ここでさ、すごい寒いってことはもう山なんてめっちゃもっと寒いですよね。来られる方は服装気をつけてね。寒かったよ今日。私も秋服さ、衣替えしないと。クローゼット今すごくさ、全部さ、その冬服しまい込んじゃってるから、かけてないから、クローゼットの奥から引っ張り出さないといけないんだ。そう、大変やな。今日お仕事終わって帰ってきました。寒い。はじめましてだ。どうも。偉すぎ。仕事終わって帰ってきたよ。お仕事。あ、そうだ。カウントダウン TV さん。なんと。カウントダウン TV 絶対アイドルやめないでエコーラブフルコースです。フルコースですよ皆さん。すごくフルコースでまさかまた披露できるなんて。もう何作連続ですか？ラストノートから連続、ラストノート違う、夏マトペだ。夏マトペから連続ですかね。フルコース、ちょっとこれね、モーメントをね見てくれた方は分かると思うんですけど、私フルコーラスをねフルコースと打ち間違えてしまって、ちゃんと確認して投稿したのにフルコースでしたね。ごめんなさい。夏、そうです、夏マトペが前菜で、まあ、今回は、まあ、ずっと、もうずっとメインディッシュです。胃もたれするかもしれないんですけど、みんなメインディッシュです。全部前作ってことで、ほんとラスト、うそそうそう、夏マトペ、ラストノート、ノロノロ、絶対アイドル胸で嬉しい、嬉しいです。こんなに出させていただけてめっちゃ嬉しいんですけど、ぜひ皆さん楽しみに待っててね。放送は9月30日月曜日夜6時30分から2時間半スペシャルです。私すごく嬉しいのが、パフュームさんがめっちゃ嬉しいんですよね。パフュームさんがと一緒なのがめっちゃ嬉しくて、えっと思って、最近めっちゃね、おすすめでパフュームさんがすごい流れてくるんですよ。でどん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 好きになってっちゃって、パフュームさんの MC がめっちゃ面白いんですよ。それでね、すごくね、なんか流れてきてね、アンコロもちこちゃんの、そうですよね。でね、私どん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 好きになっちゃって、えっ、かっこいいし面白いと思って、超面白いんですよ。楽しみ。あ、えみちゃん、えみちゃん今日もタワーありがとう、嬉しいよ。えみちゃん
仲直りシュークリーム毎日見ないと心臓病気になった、やばいよ、ありがとう。あ、なんか100万回再生言ってたみたいやね。嬉しいね、たくさん仲直りしてくれてありがとう。その度に喧嘩したのね私たち、その度にシュークリーム食べてたのね、ありがとう。やば、激安、何これ、すごい激薄なんですけど、このやば、激薄。実家から持ってきてもらったペンがもうさ、もう何十年も前のだからすぐ全部出ないんですけど、これもかな、あ、これギリ出るね。すごい変な色合いになってしまった。何十年、私多分小学生とかの、小学生とかもう、なんかやつだからさ。えみちゃんタワーありがとう、嬉しい。今日もえみちゃん、おーってやつですごいわこれ。えみちゃんのなあ、なんかすごい飛んでるからこっち側にしよう。えみちゃんのお名前かけて嬉しい、ありがとう。エコノイジョイで会えるの楽しみ。どっち来てくれるの、えみちゃんはどっち来てくれるんですか。昼と夜、シュクリームの君以外なんていらない、私もそこ好き、ありがとう。昼と夜、どっちも来てくれるの。あ、じゃあ服装超ちゃんと、昼は多分まだ暑いのかな、わかんないけど、夜はすっごく寒いと思うから、服装頑張ってきてね、気をつけてきてね、ありがとう。えみちゃん大好き、ハート送っちゃおう、ありがとうね。イコの色に濡れる可能性ある、うん、何も言えない、何も言えない、嘘つけないから何も言えないとだけ言っときます。なんか何も出てないんですか今年。なんか去年はね、なんかウォーターアワーアワーパーティーとシャッフルパーティーっていう風に題材がなってたけど、今年は何もねなってないのかな。だからちょっとまあでも一つ言えるのは、いろんなものにが来ても大丈夫な服装を用意しておいてください。荷物にはなっちゃうと思うんですけど、夜はね言った通り寒いと思うので、まあ、そういう着替えだったりっていうのもあって損はないと思う。うんうん、よろしく。なんとも言えないんだ私は、やっぱり発表していること以外はね何も言えないんだ。ネタバレとかにさなっちゃうじゃないの、でみんなそれで騒ぐじゃないの、だからね言えないんだ、忠実に守るよ。あ、これめっちゃ出る、君以外なんていらない。早くさ、シュークリームカラオケで歌いたいんだけど、そばにいてね一緒だよ、二人がやっぱ最高じゃん、サナツみたいに可愛くなりたい、みんな可愛いじゃん。そうです、すぐそういうの拡散されるんだから。
村山ゆりちゃんとさなつんさんのお話できました。ゆりちゃんのお話し会とかいいな。ゆりちゃん会いたい。会いたいです。対面のために用意した。わあ、そうだよね、対面の時も10月だからどうなんでしょうか。さなちゃんのお話いつももらえ、おもろい様子あった。今でよかった。あ、くーちゃんだ。くーちゃんありがとう。くーちゃんがさ、なんかさながさ、お話し会がさ4部5部になったからなんかよかったみたいなやつ見たよ。はしご酒の新作、スタッフさんがね、はしご酒の新作いろいろリサーチしてくれてるらしいって言ってた。なんかインスタでさあげたじゃん、どこがおすすめですかって言ったらいろんなおすすめが多くあって、本当にいろいろあったんですよ。私が知らない街だったり、一回も飲んだことない街だったりとか、あ、ここ飲んだことあるなっていう街もいろいろみんな教えてくれたんだけど、ぜひ楽しみにしてください。今リサーチ中らしい。そう、のげめっちゃ多かったんだよね。あ、待って、色移りしちゃおうかな。さなつん早く会いたい、会いに来て、話そう。はしご酒ガチでわかる。私も早くはしご酒したい。最近忙しくてね、できてないから全然。くーちゃん、うわ、なんか太い、これのげめっちゃ楽しい。のげすごいね、おすすめ来てたよ。私のげ飲んだことある気がする、はるか昔。ディープですよね結構。あ、洗濯機が終わりました、ありがとう。めっちゃピビ言う。割れ。うちの洗濯機めっちゃ言うんですよ。ピビ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 。終わった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 ってめっちゃ言うんですよね。ありがとう。クマさん。音でかいよね。それでね、目覚めるときあるもん。めっちゃ、まあやってくれるのは嬉しいんだけどさ、たまにね、ちょっともういいよみたいな。やばい、これ絶対さ、これこのソフトクリームを私上に描いたらちょっとなんか大変なことになりそうなんですけど、こんな可愛くソフトクリーム描けない気がするんだ。うん、絶対にやばい、やばいと思う。やばいやばいねーことになっちゃうと思うから、ソフトクリームはやめます。ちょっとね、こんなの拡散されたらすごく嫌だもんな。え、全然クマじゃない、やばい、ハローキティちゃんでもないけど、なんか、うん、何が描ける。あ、さくらんぼちゃんなら描けそう。うん、いいと思う。くーちゃん、くーちゃんタワーありがとう。あ、こっち見にくいね。タワーどうもありがとうね。あ、やばいやばい、切り抜きが確定してしまうから、こんなもうね、みんなのね、餌にはなりませんから、獲物にはなりません。うん、かわいいよ、かわいい、かわいいくまちゃんが描きました。待って、かわいすぎる、大好き。え、嬉しい、こんな絵をかわいいって言ってくれるなんて。ちゃん大好き、ありがとう。私も大好きだよ、ありがとうね。にゃん、どうもありがとう。みたらし団子ちゃうねん、これさくらんぼなんだけど。さ、二十歳になったキアラと、もう多分キアラちゃんがさ二十歳になってさお酒を飲めるようになったら多分めっちゃ泣いちゃうんだけど、嬉しい、キアラがあんなこの前までランドセル乗ってたのに。
お歌ありますか？お歌？じゃあどんぐりコロコロとか歌う？どんぐりカラカラどんぐりこ、青い池にはまってさ大変、路上が出てきてこんにちは。どうですか？寝る前のどんぐりコロコロ。どうですかね。どんぐりコロコロなんてもう久しぶりに本当に歌った。坊ちゃん一緒に遊びましょう。え、酔っ払いみんな酔っ払ったらどんぐりコロコロ歌うの？今日美術をって歌おうとしたらどんぐりコロコロ。みんなは飲んだらどんぐりコロコロ歌うんや。いいね、陽気だね、陽気ですね。今日も平和ですか。仲直りシュークリームね、入ってないんだよね絶対。あ、ノロノロも、ノロノロも入ってくれてないんだよ全然。誰かさ、ちょっとノロノロ入れて、ダムさん、ダムさんに言って。ダムさんで働いてる人いないんですかこの中で。私ダムチャンネルで働いてますって人いません？いませんか？ノロノロ入ってないんですよ。いませんか？あとな仲直りシュークリームもないんだよね。ダムでバイトしてた。バイトしてる人いたんやん。いませんか？ひさのちゃんだ。いや、アカペラだったら全然いくらでも歌うよ。私もシュークリーム大好き。ひさのちゃんどうもありがとう。なんかこの前 YouTuber さんがさ、絶対アイドルやめないで、私普通に何気なくその方の、まあ、その人のその方の YouTuber 登録してたんだけど、急に絶対アイドルって流れてきて、え、歌ってると思ってびっくりした。もう巻き戻しめっちゃしたな。でもそれはちょっとなんか絶対アイドルやめといてだったんだけどやめといてって何みたいな、面白すぎた。なんかその方はアイドルやりたいみたいな気持ちあったけど、周りからなんかいや、あんたはもう絶対アイドルやめといてって言われたみたいなやつをなんか見て流れてきたんですよどういうこと？ちょっとね、私がいつも登録してる方のやつが流れてきて、えっみたいな。絶対アイドルやめといてなんて言われたくないよ私も。お、誰もわかんないのね。じゃあいつか探したら、気になった方はたくさん調べて、見つけたら教えて。ずっと、あ、出た、待って、このクリスタルクマさんマジでむずいんよな。リベンジ、このさ、真ん中がこうなってるよ。どうやったらこのカクカクをさできるんだろうな。あ、やっぱね違うわ。どうやったらこういう立体にカクカクをかけるわけ。すごい難しいんだけどこの前はカエルだったけど、今回ちょっとも、何これ、なんか猫耳の帽子かぶってるクマちゃんみたいになっちゃった。ニュージーンズやんこんなの。
アイリットやんこんなのマジで。いやだからむずいんだって、この角張ってるさ、なんかこのクリスタル系がむずいんだけど、ちょっとむずいですこれは本当に、わかりませんねえ本当にわかりません、正解がちょっと無理久野ちゃんありがとう。ちょっと今回もリベンジならずでしたねこれはうん、ちょっと難しいです本当。このねクリスタルクマさんちょっとむずいんだよね、ごめんね、可愛く描けなかった久野ちゃんありがとう、大好き大好きだよいつもありがとうね。ちょっと可愛く今回も描けませんでした、残念。ね、むずっ、やっぱなんかね、立体描けないんだよね 2D のいつも描けるとしても 2D であることが多いからね、難しいです。サルツ来て、あよっと、ファンになって間もないですか、おすすめの曲ありますかってことは、まあでも絶対アイドルやめないでとか、そこら辺のその最新シングルだったり希望対局は知ってるから、ちょっとレコアな人しか知らないような曲をおすすめしよう。そうだね、うん、僕らの制服クリスマスあやばい、全然出てこなかった、全然出てこなかったやん、全然出てこなかった。確かに知らんけどとかもいいかも、知らんけど記憶、あ記憶確かに記憶のどこかで、ちょっと記憶のどこかでって MV ないんですよ、なんかダンス動画しかなくて、スタートと記憶は唯一その2つだけね、ないんですよ実は。ベタ中のベタやないかい気まずい。なので今ちょっと記憶のどこかで MV 撮りたいですね、どんな感じになるのかというあ確かにライブの動画あるね、 YouTube のコンテンツに多分上がってると思うんですけど、ぜひ見てください。わかんの、本当に僕らの制服クリスマスからのザ・フィフス、特に7周年バージョン最高なので、7周年じゃないわ、あれは6周年か、え僕クリからのザ・フィフスで6周年でしたっけ、なんかツアーだったっけ、なんかやったよね6周年か、いてほんまに好きです、私もめっちゃわかる、あれいいよね、エモエモソングなので、ぜひちょっとさっき来てくれた方、6周年の DVD どこで購入してください、よろしくお願いします。本当にねオーケストラさんでやらせていただいたんでもござすが、ござすが本当に良すぎて、オーケストラさんって本当にいい、 生バンド生楽器本当にいいので、ぜひちょっと6周年の動画DVD をご購入ください、よろしくお願いしますだとあれでもさ、もう寒くなってきたからさ、もうそういう季節だよね、幸せだと笑う君を愛するよいつまでも。 DVD とブルーでめちゃくちゃ爆買いしました、いろんなライブをした、え嬉しい、ローケーサースさん嬉しい、ありがとうね。サナツとマフラーする冬実は私マフラー使わないんですけどぜひ皆さんマフラー使ってください。シネマがライブで聞きたいです、本当にね、シネマやるってなったら本当に振りがマジで1ミリも覚えてないので本当に大変でござす。マフラー使わない、はあ、マフラー使わないです私、
マフラー熱くないですか？熱くねえですか？サクサクも1ミリも思い出せないので頑張らないといけないですね。会いたかったんだずっと、心の底から惹かれる特別な人。今年サクサクやんなかったね。春も終わっちまったよ。サクサクやらなかったわ。ずっともずっとも、もう本当に何にも覚えてませんから。歌すらちょっと覚えてなくてやばかったです。この前カラオケでさ歌ったんだけど、マジで何も覚えてなかった。2番がタピオカ飲んで、なんだっけ、タピオカ飲んでなんたらハッピーハッピー、なんだっけ忘れちゃった。ハリネズミさん、ハリネズミさん持ってきて、ハリネズミさん、ハリネズミさん遊んでます。のんちゃんが好きって言えなかったも忘れましたね。バラブ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 リーン、ティー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 、 A メロのここしか覚えてない。時計のチャイムが鳴る、でで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 、ふっふっなんちゃらでで、してやばい、何も思い出せない。言葉に詰まる、トゥン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 、下校のチャイムだ。時計のチャイムじゃない、間違った。ビーセル、ビーセル結構やってるんじゃない？どうよどうよ、ビーセル比較的にやれてる気がする。つまんない話して言葉に詰まる。好きやね。いつの日か思い出して私のこと。どこの歌詞だ。いつの日か思い出して私のこと。え、2番の最後、違うよ。少しだけ思い出して、私のパートやん。少しだけ、違う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 、いいのか。少しだけ思い出して私のこと、もしも伝えたら君はどうするの。ダメだったら冗談だって笑って、誰なねの友達に戻ろう。これからも夢を見られるかな。やばいね、全然覚えてない。本当に仲間に戻ろう。全然覚えてない、全然覚えてない、全然覚えてない、やばいね。ちょっとじゃあこれから歌って思い出そう。あっちで覚えてない。でもさ、みんなこれ歌うと眠くなるじゃん。起きててね。だってまだ比較的9時だよ。9時なんてまだみんなさ全然起きてないよ。起きてるよね、目カッカッカの時代でしょ。でシュークリームないのよ、許して。私も歌いたいの。シュークリームがかかると元気が出るの。間違った、イヤホンで刺そうとした。私もね、シュークリームすっごく元気が出るんだけど、あれ 歌って踊ると元気が出る曲って結構あるんだけど、その中のシュークリームは上位に元気が出る。あと元気が出るのはイコラブ沼、踊ってて元気が出るがマジでシュークリームとかですよ。寝ないでみんな、寝ちゃえだ。夜のカラオケってさ寝るじゃん。あ、おかえり花だよりもあるじゃん。待って、おかえり花だより花日和花
対、うん、花手よりか。失礼いたし、ポイズンポイズンもある。あれなんか増えた。そんなことない。どうしたの。あー、いたの。今からカラオケするんだけどさ、どうしたの、どうしたの、もんちゃん。あー、まんぼさんタイム入りましたね。はいよ。じゃ一緒に選ぶ。何がいい。あ、好きって言えなかったってなったんだ。少しだけ思い出してだよ。ピーだよ、もんちゃん。ピーだよ。じゃあ歌うから、もんちゃんも聞いてて、お願い。分かった、ありがとう。聞いててね、もんちゃん。ドラマの主題歌だよね。今日もまた君への想いは心
バリも結構好きなんですよね。スポットライトは狭くて結構好き。ただ一人を照らすだけだ、誰かが入れば誰か追い出されて、月は闇を照らすのに太陽が追い出してく、雨が少し前に止んだのはきっとまた晴れが来ちゃってさなちゃん、洗濯物はね、あの乾燥機付きのドライ洗濯機なので大丈夫です。ありがとう。霧は出番を待ち焦がれる、拍手喝采のステージは遠い、何かやれること求めさまよう。そこまで私はずっと棒立ちですね、おかえり花だよね。私あんま分かんない気がするんだけどさ、でも一回踊ったんだよ私。でもね、この曲マジで、この曲アンナの曲だからめっちゃキーが高いの。私が歌ったら黄色いひまわりってこれほんと高いの。でも待って、 A メロ分かんないかも。 A メロって何、調べよう。やばい、全然君がタタ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 タしか出てこない。おかえり花だより出てこい。やばいやばい、なに出会った君は大きな夢つかみに。やばい、待って歌えないわこれ。寂しく歌えないのがちょっとあんなに失礼なので歌いません。頑張って覚えます。にににに、デメロがめっちゃ好きなんだよね。青い色の海、黄色ひまわり、高い。何歌おっかな。ポイズンでも歌っとく。私ポイズン歌ったことあるっけ歌ったことあるかも。ポイズンポイズン、ポイズンが触れたら全て I can make it purple、 限界超えて溶け出すストーリー、 Catch you and the girl ラブ書き込んでから、優しく聞くの Could you let me Hands on your face cause they're lucky being there、Hands on drink me just put your lungs on the show、 Look at you drawing cutie cutie、 この瞬間見 juicy crazy ファンデーでもいいのでポイズンがキラ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 だってポイズンのラブ、地獄の果て手を掴もう、甘い蜜だけじゃフィーダンポイズンがオペレ、ポイズンポイズン酔い込んだよね、ポイズンポイズン主役は私、ポイズンポイズンおとぎ話じゃない、ポイズンポイズンポイズンが。 So what? What's up? いや急いで四季折々ピーボーピーよくミリには歌えるな。 Do you wanna get something but open up feeling? Ooh, what do you dislike about meYou got the man, so did I. Jump in the land, so they show. Look at you, drawing cutie, cutie. Ever walk a little freaky, freaky, chinu, nara, koko, de, ole. Yeah, 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 boo, you be me. Chili, 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 in my crazy glass. Kimi ga nai de mo, tomara nai. Kitai mo takaru, de, crazy, de, chili, boo.知らない世界メルヘアディクト奇妙な世界共存しよう。
ラクラクラだってポイズンのラブ地獄の果て二人ずっと呼吸も忘れてメイクアポイズンが青手でポイズンポイズン酔い込んだ君はポイズンポイズンウサギを見つけここで縛られるのポイズンポイズンポイズンが青手で I'm a liar 難しいねこれにえよくミーに歌えるわすごっよう歌えますわなにがいいかなぁ夏が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 来たから戸惑ったのかぬぬぬぬぬぬ思いに何かうぬぬ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 夏が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 来たから戸惑ったのか何歌おうかな何がいいかねずっとマンケン私なら早で追いついちゃうからキャリオンだからとて交わらない世界の君と僕明日も明日なんでそってすぐ歌詞すぐ忘れんのよ待ち受けの君あ、お値段にもね、24/7 もないんだよね感じしない待ち受けの君が今日もだって笑ってる昨日もここで笑ってた明日も明後日も本当の君はどうしてる何してる笑ってる僕のエゴだと分かってもすべても知ってる息する意味教えてくれた青空も全部は君のため未来なんて見えずわがままに思う神様気づいてない君が大好きだただそれだけなんだ頑張る理由君だらけ恋より好きで
風に耐えて我慢してる小さなつぼみ花開くその日を待っている。水は多すぎても少なくてもダメ。神様振り向いてよ、君が見てる空僕も同じ空あってた奇跡が愛しい。幸せなのにこれでいいのに。夜が欲張りを急がす。次は何歌おうかにゃん。海とレモンティー飛びの種青い僕の挑戦人生最大タワーに。大人になってしまったあの頃は何やった。アルコール片手持って君のあのウイズも飲んでた。カナチンどうもありがとう。誰バレないの。はい、カナチンどうもありがとうございます。タワーレシーありがとうございます。いつもありがとうね。クマだよ、ありがとう。大好き、カナチン大好き。私の声が好きすぎたわ。ありがとう、そんな。ありがとうね。どこ好き。サナチン好きです。彼女にしてください。嫌です。絶対に嫌です。ダメです。ね、なんで誰もいないし。ラスラス？一生歌っててずっと君がうん、なんでもない。じゃんじゃん。だだ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 だ
ねね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 ねえ、待って、またカクカク、またカクカクじゃん。またカクカクじゃないですか。カクカク一生上手にできない、カクカクシカジカっていう CM ありましたよね。懐かしい、平成じゃん。カクカクシカジカ、めっちゃ共感する人いるんじゃない、カクカクシカジカ。もうね、一生うまく描けないんだから。でもね、このシーズンが終わっても多分絶対にうまく描けないんだから。もう悲しい。あ、分かった、これがもうカクカクなんだ。これがもうカクカクしてて、あとこっちももうカクカクやないかい。これがもうカクカクしてて、でなんかこうあるじゃん、こうじゃん。難しいな、ほんまね。なんか、でもまあちょっと成長して、なんか変な模様描くのをやめたらいいんだ。そうで、これで王冠でしょ。あ、いいんじゃない、どうよどうよ。まあちょっとどんどん成長はしてって気がするってことにしとこう。はい、ちょっとはね、成長してるんじゃないですか。メッシュ、メッシュくん、どうもありがとう、嬉しいです。上手くなったって言いやがれ。言いやがれ、言いやがれ、言いやがれ上手くなったって言いやがれ。ありがとう、タワーありがとうね。上手くなったよ、よかった、言いやがってくれました、どうもありがとう、どうもありがとう。心ときめく、好きだ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 本当に、体の来年こそはって信じていた、ここにワンチャンスが来た。同じになり、同じクラスになりますか。同じクラスね、同じクラス。これセリフ盛りだくさんだからな、頑張んないと、頑張んないといけないんです。これは、私は鈴木ひとみちゃん。君が、君が、ううん、何でもない。君が駆けつけてきて心ときめく、ねえ同じクラス、本当に君が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 大好きだ、来年こそはって信じていた、この恋にワンチャンスが来た。好きだ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 本当に、クラス替えで君に出会う君全身とに、明日も君と話せますように、このままで Feel love。 これ歌ったことあんの。
達とキスコス君も教室で恋をするのかい時計がペース刻みベルが響くよ早く会いたい好きだ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 絶対にこれが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 運命だ期限の式に乗ればフィンランチューニングいらないくらいに好きだ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 絶対に心躍る君も踊る偶然間違ったもにきっとソングに負けない曲を旋律の世界が好き自由に奏でて君に出会いメロディーが動いたやっと気づくこれが恋でモジュレーション鉄道中の君君しか見えない好きだ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 本当に君が君が君が耐えられた来年こそあって信じていたこの恋にワンチャンスが来た好きだ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 本当にクラス替えで君に出会う偶然シンフォニー明日も君と話せますようにこのままでフィーナースンスンね、言えるようになりましたよ7周年はね、ちょっとなんかいろいろセリフというものが成長しました。来年こそはって信じていた、この恋にワンチャンスが来た、私と同じクラスだったらどうなんだろう。私中学校高校の時どんな人だったんだろう。どんな人だったんだろうな、覚えてないな。自分がどういう感じだったんだろうな。まあおとなしくはねえわな、こんな感じだからおとなしくはねえけど、でもガチでなんかわかんない、もうけどなんか可愛がってもらってるポジションにいたかもしれない。なんか何やっても可愛いねって言われたポジションではあった気がする。すごいもう自意識過剰だったらどうしよう、誰もそんなこと誰も言ってねえよとか言われたらどうしよう。でもなんか言われたんだよその当時もさ、なんでもなんかまあね、さなちゃんは可愛いからねみたいなことをね言われてたポジションではあった気がしている。どうしよう本当に自意識過剰だったら恥ずかしくて極まりねえけどもよ。そうなんか地元ね活動とかもしてたから余計にそれはなんかあったかもね。どの顔が言ってるんだって感じですけど、本当に信じてみんな。地元ではね、あのね言われてたのよ、
今もみんな言ってくれてるけど、はい、こんな感じでした。信じます、信じて、本当に恥ずかしいよ。みんなが信じてくれなかったら恥ずかしいよ。東京でも可愛い、ありがとう。頑張って生きてる。子守歌歌って、自慢のしてありがとう。どうしてシャンツみたいなポジティブになる。もうこれわかんない、もう性格です。結構もうポジティブの父の子なのでポジティブです。はい、母親は結構、まあお母さんはすごい心配性な人なんですけど、父親はね結構なるようになるさっていう人なので、なるようになるさという人間が生まれましたね。本当にね、嫌なことそのある時は本当に嫌って思うんだけどね、時間が解決するんだよね。いつまでも引きずってないのが諸橋さんなんですね。知ってる系も絶対寝るやん、みんな。そんなみんな寝るやん、寝させないんだから。チアラララみたいなフィーリング、タタタ。じゃあみんなに冬感じてもらおうと思います。あ、間違った、やだ、うん、冬を感じてください、寒いから。白く光る、ちょっと音外した、ごめん。ちょっと音痴りました、音痴になりました。君の笑顔、大きな日を添えたら、ラピュー。仕事今日忘れて、そうバスケットのチキン、大きいホールケーキ、夢を抱え帰る二人で過ごそう、クリスマス。白く光る雪、薬リビリング似合うと思ってた、僕たちにはパトナーすぎる。傾けて乾杯、小さい釣りに飾り付けをして、恋を彩ったら I promise 冬の君に何度恋するんだろう。 Love you more than this guitar。 今逃げ恥を見てるから、だから逃げ恥を想像しちゃう、これ聞くと。逃げ恥です、思い出たから箱を開けたら全部こぼれそうね、キラキラ閉じ込めて胸の奥で鍵をかける、今日の出来事だ
とずっとずっと歌おう。白く光る雪薬ビーリング似合うと思ってたサンタクロース、ハートを届けて二人で愛を信じよう。10時か。ええ時間やな。トリガー1個キー下げてえな。ちょっと夜にトリガーは本当にきついんですよ。まあ、朝のトリガーもきついですけども、夜のトリガーっていうのはきついんですよ。眩しい太陽を見上げた時、君に会いたくなった。この空がトリガー。いい、いい、いい、頑張ろう。恋人がいるって最初から知ってた。話の合うただの友達。君に勧められた映画のハンケル天井になんとなく挟んだ。向かいの二人の赤い糸を切り離す。こっからよね。意地悪で、ね、青い空が綺麗だった日、あの日を忘れてない。目に映るものすべて、これは君を思い作った私だけの青春。あの空がトリガーだったよ。君が好きだ。キー下げても疲れる。あのバンドがついにツアーするって一応二枚でも。あの映画はデートで行ったのかな。集中できず誰かの横顔とか気にしたの。きっとそう。君は何も気づいていない。あの日の空模様も君にはいつもの空。愛しい雲を見つけたら誰に教えるのでしょう。シャッターの音が響いた。行方はどこ。休憩タイム。あ、シャッターの人です。頑張るとこだよ。みんなも頑張るとこでしょ。こっから頑張って一緒に。春へ向かってゆく風
の想い伝えちゃダメと分かっているだけど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 心にずっと君がいる青い空が綺麗だった日私だけが覚えて君は誰かを思うなのに勝手に好きでごめんね私このままでいいそれしか知らないこの恋秘密にして君と二人であの日やったこと言わないから思ってたい伝えた喉鳴っちゃったあと1曲ぐらいにする絶対アイドルやめないね優しい目も真面目顔も全て知ってる私だよ待ってこれ元気でいくかな絶対アイドルやめないでちょっと息下げようちょっと楽しますすいません楽させてくださいしんどいんで楽させてもらってもいいですかあ、どこだ絶対アイドルやめないで輝いてる君を見たいもうずっとずっとずっとステージにいて私がもしどこどこ離れたなら君はちょっと寂しくなるかな意地悪考える好きな人がいるのなら内緒にしてねえ神様は将来と指輪をどこかに隠してね君の好きに合わせたんだ髪の色私の中君だけで過剰性種は中毒へ責任取ってね大好きです絶対アイドルやめないで優しい目も真面目顔も全て知ってる私が言う絶対そんなで輝いて星は街じゃ輝かないの眩しい君が世界一だよはよっ君の夢ここかんないねえ少し教えてほしいその夢がアイドルじゃなくても覚悟はしてるから星のいない空それが当たり前で暗い道に目が慣れずに踏み出すのも怖かったそんな時やっと見えた光絶対君は歌っててただのと分かってても君はキラキラ衣装が似合う絶対大きなステージで
一列でも前で感じたい今日の歌い方なんか好きだな君の努力私の愛成り立つこの関係は強くて脆いの星の幸せを願っただけどだって君は愛のぬよ初めて目が合った日から今日も明日も君ばかりだ絶対アイドルやめないでこれは報われないおとぎ話恋よりももっと好きだ魔法よ魔法が解けないままではいふぅでもこれやっぱ普通に元気の方が盛り上がるねみんなすごい切り下げもいいって言ってくれてありがとうぜひカウントダウン TV ありがとうよろしくお願いしますた嘘えごめんありがとう教えてくれてたいちゃんだあたいちゃんたい茶漬けタワマン大ねえこれでさ言ったらちょっとなんか変な風になるから私のあの7周年のなんかフラグみたいになってるからそれタワマン大とか言われてねこんなコメ欄でさ言ったらさもう私の7周年のさなんかバイバイしたくないから今日お家に行ってもいいとかさ内緒で付き合っちゃおうかっていうのがさもうフラグでフラグでフラグでしかしょうがないからちょっとねみんな覚えてますか私のタワマン大の時代これ初めて今日見た人はえっタワマン大この人に払ってもらってるなって思われるじゃないですかねえさほんまにですね私がもう何回2、3ヶ月前ぐらいにやったショールームで私はちょっとお金持ちになりたいですみたいな話になってでオープンカーもブンブンブン乗り回したいですしあとはこうタワーマンションに住みたいですみたいなさあもうすごいもうなんかすごいいいところのタワーマンションの最上階とかに住みたいですみたいなことを言ったんですねなんですよ誤解されるからほんまあそうそうそこでなんかもうアイドルとかも引退した時になんか私がそういうねなんかいいところのマンションに住めたらみんなのことホームパーティーするからみたいなホームパーティーに誘うよみたいなことを言ってた時があったんですよ本当にびっくりするから急にそんなこと言われたらみんなびっくりするでしょ
もう本当に7周年のあの言葉、サナツン、もう匂わせですかって言われるからやめて、ほんまに。ほんまに、さ。まだタワーはね、ちょっと住めなそうなの、その高級タワーみたいなとこはまだちょっとほど遠いんですよ。タワーありがとうございます、今日も。今日もタワー、皆さんありがとうございます。これを貯めまして、いつか住めるように頑張ります。住んだら YouTube とかも始めてやります。皆さんにご報告します。タワー投げたらタワーマンダになると思うわけ。うん。でも無理しないで、本当。タワーマン買うの。あれ、みんなさんもさ、ガチでのそういうね、いろんなね、ガチ、みんな、ピュア、ピュアだね。ピュアだよ。いいこと、ピュアでいくよ。じゃあ、タワーマン、頑張る台にしとくね。タワーマン台になったらちょっと語弊を生むので、タワーマン頑張る台にします。頑張ります。タイちゃんいつもありがとう。タワーマンでタワー買うのが逆、いや逆、そのはずのタワーにあって嬉しいのか嬉しくないのかも、嬉しいか嬉しいよ。今日は1、2、3、4、5、6、うわすごい、6本も経ったからタワマン住めそう、ありがとう。先生7周年風船アレンジしてキーホルダーにした。え、すごい、しぼまなかったってこと。え、しぼむよね、そりゃ風船なんてしぼみますよね。ありがとう。しぼむやんな。ああ解いてほどいてキーホルダーにしちゃう。おしゃれ、すごい思い出だね。一生分の思い出じゃないか、思い出じゃないか。え、風船まだしぼんでないの、そこかな。すごいね。帰り道に一生懸命ほどいた人です。そういやアプリの話ってしたん。アプリってなんだ。あ、アプリってなんだあれ。ああー、はいはいはい、ファンクラブ、ファンクラブって言うんですかあれ、イコラブリンク。でもさ、あれさ、みんなどう、どういう反応、どういう反応ですか皆さん。 Hey what's up、 どういう感じ。アラーム機能楽しみ。なるほどね、楽しみ。メッセージアプリ、そうらしいね。なんか私たちもあんまりまだ知らないんだけど、了解って感じです。メッセージ届く感じ。じゃあ私もメッセージたくさん送ろう。なんかね、モーメントね、私更新するのって結構なんか大変で、なんか私の携帯なのか私のそのやり方がおかしいのか分かんないけど、毎回とんでもねえなんかID ととんでもねえパフォーマンスじゃない、パスワードを打つのかける2をやんなきゃいけなくて、しかもなんかパスワードとかもなんか違うんだよね。あ、 ID がなんかね結構
厳密ですごくなんか何段階もね毎回ログインして結構やってるんですよ。あれ結構ストーリーとかより全然むずいんすよ意外に。もうちょっと簡単にね、なんか私もアプリを入れ込んでなんか LINE とか言っちゃうんだよね、メッセージアプリみたいに感じで本当にシュシュシュって打ってたら本当に高頻度でなんか全然あとかでも送るんですけど、そのあとだけ送るだけでもすごい結構なんかこの手間暇がありまして、だからもうちょっとそのなんかメッセージ新しくできるアプリっていうんですか、それを更新する側にもちょっとなんかもうちょっと楽にできる方法なんてないですかねアプリの皆さんっていう感じなんですよ。はい、そうコメントも読めないんですよ、みんなが送ってくれてるコメント本当に読めなくてですね、私なんかログイン拒否されてるので本当に見えないんですよ。なので本当にまあ優しい方はサナボイスとかでつぶやいてこうだねああだねって教えてくれ、それこそフルコースもサナボイスを見て知ったんですよ。サナボイスを開かなかったら私一生フルコースで通してたんですよ。怖いよね、届かないこの思い、本当にそうそうなの、見れてないのだから全然コメントしなくていいよみんな。あ、 X のサークルは見れてるんですよ、だから X のサークルを見たりだとかしてるんですけど、本当にサナボイス乱用してください。あ、乱用って言ったらダメだね、活用してください。変なことにサナボイスを使う人まあごくたまにいるんですけど、まあ、そういうのは見て見ないふりをしているので、本当にぜひ皆さんメッセージアプリみたいにサナボイスをたくさんしてください。本当にマジで冗談なく X 開いた瞬間に毎回サナボイスエゴサっていうんですか、それをしていつもみんなのことを見てるからね、見てるからね、え見てるよ本当にサナボイスで見てるからねっていうのを見てるので、ぜひ皆さんも活用してください。寂しくなったらサナボイスしてください。お待ちしております。ファンクラブ入ったからモーメント、あ嬉しい、ありがとう、ファンクラブ入ってくれて私も頑張って更新するね、いろんな段階を経て、多分メンバー他のメンバー多分ちゃんとできてると思うんだけど、私だけなんかねそう拒否とかもあるのでちょっとねめんどくさい感じでいつもログインしなきゃいけないんですけど、はい、私ももっと高頻度でさ写真とかもSNS とかにあげない、そのモーメントだけファンクラブ入ってくれてるみんなだけに見えるなんか写真、だってすっぴんとかは絶対載せたくないから、その SNS とかに全世界に見られるものには載せたくないけど、モーメントだったら別にすっぴんとかもいっかとか思うし、いつもね応援してくれてる人しか見ないわけじゃない、だからそういうのは別にいいのかなと思うけど、ケロケロケロって感じなんですよね。だからそのメッセージアプリシーンアプリとかはもっとね自分が更新できるように頑張ります。すっぴんで配信したことあります、ありますの、裸眼でもあるし、あすっぴん裸眼はさすがにないけど化粧して裸眼もあるし、ショールームではね、あと全然すっぴんでやってることもある、結構昔はすっぴんでやってたかも、今はねちょっとね切り抜けが怖すぎてもうすぐにね切り抜くやんで TikTok とか載せるやん、それが怖すぎてねすっぴんでできなくなったんですよ、みんなのせいだよ本当に、はっ身のせいやからね、前までその切り抜きとかもさなんかなかったんよ、だから全然あ風呂上がりできるとかさ、あ今日すっぴんで前髪とか作ってないボサボサだけどできるってなってたんですけど、最近切り抜きが怖すぎて、なんならなんかバズったヒロインズのモノマネ、あれほぼあれすっぴんなんですよ、よくみんなのやつにおすすめとか流れてくるヒロインズのモノマネをすっぴんでやったらあれがもうバズっちゃったから怖っってなってやっぱりちゃんとお化粧してる、今日お仕事でちゃんとお化粧して、しかもまだ綺麗なボサボサじゃない時にショールームをやろうと思って、そうそう眉毛なかったりとかちょっとねやばいやん、それが広まってくるのちょっと怖いしえってなるから、私も
だから今日は化粧してまだ綺麗な状態だったのでショールームやろうと思って、今日は告知なくしだったんだけどやりました。申し訳ない気持ち、いや全然だよ、化粧してない私が悪いんだ、化粧してない私が悪いんだ、だって切り抜きも。それでね、そうこれそれで一時期なんかさ、ショールーム見てきましたって人が結構いたから、そう切り抜き見てきましたっていうのがお話し会、オンラインお話し会でもいたから、全然みんな悪くないんだ、化粧しない私が悪いんだ、そうだから全然みんなはご自由に切り抜きとか画録とかもねしてください、少しもしてください、私がちゃんと化粧します。誰の真似ですか？諸橋さなの真似です。いつもかわいい、そんなのね、ほんとさなのこと好きな人しか思ってないんだよ、もうだって自分が見てうっブー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 って思う時あるもん、全然なんか写真とか撮られた時に、カメコのね写真とか見ててさ、なんかやっぱサナのこと好きな人ってサナしか撮ってないから、それの中でめっちゃ厳選するわけじゃないですか、何百枚撮った中から厳選して写真をこう載っけてくれるわけでしょ、それは絶対ね漏れてるの。でもさ、もうほんと撮って出しみたいな時があるじゃない、なんか本当にもうとりあえず、あサナの写真あった、もうこれでいっかみたいな時もあるじゃないですか。その時もブブブブブブブみたいな時もあるから、え絶対これ判明やんみたいな時もあるのよ、本当にいつでもまばたきなんてしちゃいけないんだ、アイドルはいつでもこうやってやっとかないといけないんや。もうね、亀子さんとね、アイなんかそのやっぱり漏れる漏れないは亀子さんとアイドルの信頼関係が絶対あると思う。サナツンこっちの顔聞き顔だよねみたいなのもファンの人は分かってるし、こういう表情撮られたかったんだろうなここみたいな、こういう写真好きだろうなっていうのをファンの自分のファンの人は知ってるから、それで開けてくれたりしてて、あ分かってる分かってると思いながら保存してる、もう分かってんねーと思いながらそこ保存させていただくし、本当にありがとう、みんなありがとうね、本当に。サナツンってコラボのメンバーのスピン見たことあるの？見てなかったらメンバーちゃうよ、みんな可愛い、これ冗談だけにみんな可愛いですよ、スピン本当に。全然みんなねいろいろ言うけど、全然それでライブ出れるっしょみたいなみんな思う、マジで可愛い、ガチ可愛いっすよ。ちなみに私の利き顔左顔です、分かってるかな。右側もね嫌いなんだよ、まあ、分け目もこっちっていうので左顔が私は得意でございます。でも聞いて、今日この話したんだけど、なんかみんなで「はい一列に並んで」の時って、私もう長年こっちなんです、あれ結構あのマネージャーさんがね起点を聞かせてくれて、みんな利き顔になってるようになってるんですよ。でも私って毎回右顔になってるんですね、下手なんですよ、下手の人なので、いつも、はあ、今回も右顔だって思いながら撮ってるんですけど、本当にもう こうやりたい、こうやりたい、こうやって撮るシーンとかもこうやって一列で撮んなきゃいけないの、こうそう、ファーストテイクも右側だったの。あれね、1回目のファーストテイクはねマイカと私がちょうど利き顔が違くて良くなったの、よくやったんだけど、今回のファーストテイクは一列で、そのいつものその一列になんなきゃ、今回のシングルの一列になんなきゃいけなかったから、右顔だと思いながら歌ってます。そう、1回目はそのマイカと私本当は違かったんだけど、大丈夫ですよってなったからチェンジしてやったんですよね。2回目はそんなことは言えないよ、だって10人もいてさ、え、いやです私絶対こっち側がいいですなんてそんなことは絶対に言えないから、こうやって歌いたかった、君の夢は何ですか。本当に、いやマジで右顔嫌いなんですよね、私の右顔って多分ファンの人見たことあるのかな、あるかもそれは。
あんままじまじと見たことないでしょ。右側も嫌いなんですよね。嫌いとか言っちゃいけないね、自分だから。あんま見せてないねって感じ。だから決めるときはいつも左。とか写真撮るときもいつもこうですよ。これで撮ったことない。気が悪い。みんなそうだって。私だってアイドルになるまで自分の利き顔なんて知らなかった。全然こうやって撮ってたしさ、全然知らなかったのに、アイドルになって写真を撮られるようになって、えっ右顔が変って嫌だと思って。だからね、ファーストシングルのあの写真って右側なんですよ。こうやって撮られてるの。でも全然知らなくて、それ自分がなんか右側がとか左側がとか全く知らなくて、写真撮られていくうちに右側の方がなんかシュッとしてるんですよ。右の方がね、なんかね、ここのラインがめっちゃ多分こっちを利き顔にしてるからかわかんないけど、こっちの方がね出てんだよ。すごい嫌なの。こうしたい。こうしたい。本当に。そうな。そうなんだからね。いつも写真撮れるときは頑張ってこうやってこうやって頑張ってこっち側にしてる。基本どっち側の写真を撮れば、もうね、最近はもう全然右側でも慣れたんですけど、もう右側で撮られることが多かったからもうしょうがなくて右側でもね撮るようになったんですけど、気にしてる時はもうやっぱ左側のね、ピシッ、こういう正面の写真が合わないかも。そのこっちかも。テープ貼ろう。え、それいいね。やっぱテープ貼ってやろうかな。軽いね。いやいやいや、でもね、もう骨格だからしょうがないんちゃうと思いながらもう諦めてます。もうね、これはもう諦めです。いいの、こっちには幸せがたっぷり詰まってるってことでいいんです。って自分に言い聞かせてます。そう、ツーショット。そうだから、みんな聞き顔、メンバーの聞き顔になってるんだよあれ。だからさ、ファンのまあ特にね、女の子とかはさ、え、聞き顔じゃないとかさ結構あるじゃん。でもすいません、メンバーに合わせてもらって、ぜひ聞き顔じゃなく、私はいつも左側に立ってこういう感じだから、もしみんなも左側が好きだったら無理やりこうやって向いてください。そうな、あれメンバーってさ全然違うじゃん、聞き顔になってるんですよ。もうファンの人もね、ちょっともし自分にご自身に聞き顔があったとしたら、頑張ってこっち向いたりこっち向いたり頑張ってください。なんか初めての時驚かれた。多分他のメンバーのとこ行って私のとこ来た子が、え、こっち側なのみたいな、え、こっち側って思ったところ、あ、そっかと思って。どうしよう、10月のさ、まだツーショットのやつとか対面お話し会のやつさ、写真撮る、写真じゃない、洋服まだ買ってないんだけどさ、可愛いさブランドのやつをね、目星つけてるんだけどね、売り切れになっちゃいそうで怖い。スナイデルのね、なんか新作なのかな、なんか流れてきて、あの X にめっちゃ可愛いと思って買おうと思ったけど、どうせ売り切れになっちゃうんだろうなと思ってさ。そうなの、気温もね、そうなのね。イコノイジョイね、うんね、イコノイジョイ始まっちゃうね、マジ楽しみ。いてててて、楽しみ&不安です。とてもとても不安です。今年マジでなんか覚えられない。どうでしょう、みんな助けて。本番やれてる自信がないんだけどさ、ちょっと助けてください。どうしよう、覚えられない。全然なんか立ち位置が覚えやすい番号じゃないの。なんか、あ、これは
何番だからこっから何番っていうのね毎年できてたのに今年全然覚えられなすぎて、もうマジガチで本当にもうジョイちゃんとノイミーちゃんに助けられてます。いつもえどこどこどこって一列になった時どこどこってなったらあここだと思いますって言われてえありがとうみたいな、本当に一番先輩なのに、うん、本当にちゃんと書いてあるんだよ、右何々ちゃん左何々ちゃんって書いてあるのにそれでもあれどこだどこだってなってあサマさんここだと思いますサマツンさんここだと思いますって言われて ありがとうみたいな振りとかもさ、えこれなんだっけとか言ってもあこっちですって押してありがとう本当にやばいあマジミルテンにも助けられてる今年も、ミルテンありがとう今年も本当に私が後輩してますマジで、ね、ミルちゃんにも。でもさミルテンなんだよね本当は、ミルテンじゃなくて、でもイコラブはみんなミルテンって言うから、なんかえそうなの、私ミルテンじゃなくてミルテンだと思ってたから、えごめんみたいな、じゃミルテンって呼ぶねとか言ったらいいんですイコラブさんだけミルテンなのでそれはなんか逆にいいんですって言ってる。だから頑張って意識してミルテンって呼ぶようにはしてる。でも気づいたらミルテンって呼んでる。なんかさ7周年多分来てくれてたんだよねミルちゃんが。で初めてその7周年の次の日からもうイコノージュのリハだったから、それでなんかミルちゃんが隣にいた時に本当に可愛かった。急にさなんかこっちのチームはじゃあこっちでみたいな感じでなんかちょっと休憩みたいな時にミルちゃん本当に可愛かったです、マジ何すねめっちゃ可愛かったですって可愛かったそう言ってるミルテンが可愛かった。もう本当に持つべきは頼りがいがある後輩です。毎年いつもね、うわすごいなすごいな、マジで今年もレベルが高いんですわ皆さんの、高い高い本当にすごい高いです。あそうなんです、皆さん今年なんか私がファンになっちゃうぐらいある部分を見た時にもうってなっちゃって、それはねちょっとイコノジョイが終わった後話すんですけど、ある曲のやつをこうやってリハでこうやって見てたらイーってなるぐらい本当にもうファンオタックみたいになっちゃって、本番もう見たいよ、私一列目で見たい、一列でもう前で感じたいです。それをもう本当に、いやみんな絶対わかんない、みんな絶対わかんない、絶対にみんなわかんない、絶対にわかんないよ。これはちょっともう公開あのイコノイジョイが終わってから話しますね。この話もうそのリハの時点ですごすぎて、リハの時点でこんなに私の心が動かされるっていうことはファンの人どうなっちゃうのっていう、もうファンの人もう苦しいってなると思う。もう何今の顔みたいな伝わらないけど今の顔何マスク越しでもわかる、何今の顔はみたいななります。本当皆さん気をつけてください。私はそのある一曲の大ファンになっちゃってマジで楽しみすぎる、私もそれが楽しみすぎて、でも自分で見れない、だから後ろのモニターで見るしかないわ、それも楽しみ楽しみ。
本当にでもみんなねどの曲かとは分からないとは思うんですけど、本当にちょっとこれ見た人マジで本当に共有したい。それでうわこの曲良かったよねっていう人とマジで共有したいです。語りましょう、終わった後に語りましょう。そう見てのお楽しみです。マジでいい、すごいよ。あもう思い出すだけでニヤニヤしちゃうぐらい本当にいいんです。本当にいいから、もう今想像しただけでもニヤニヤしちゃう本当に良すぎる。良すぎる。そう毎年すごいんですよ。なんかこんなね立ち位置どこですかとか言ってる場合じゃないんだよ。楽しみだ。もう私普通に観客席で見たいよ。私が出る以外のやつはマジで観客席で見たいです。想像でニヤニヤこっち側すぎるでしょ。もうねだってまださ本番じゃないんだよ。本番じゃないから本番どういうさ感じになるか分かんないんだよ。なのにさもうニヤニヤしちゃってもありがとうございますって感じです。指動かしちゃうぐらいもう本当に良い。まず立ち位置覚えなさい。本当それな、人のこと見てる間に覚えなさいって感じなんですけど、覚えます。はあ楽しみ。みんな語ろうね、終わったら語ろうとしよう。ほんまにガチでいい、わかんない、私はもういいと思っちゃった。私のドタイプだったんですよだったから本当に良すぎてちょっとマジでやばいんです。じゃあみんな当ててね。そのイコノイジェ終わった後にちょっとサナがこれ言ってたのこの曲かなっていうの昼夜で当ててください。ツインテール見て幸いだったけど私たち、あこういう感じだったの。みんな想像しただけニヤニヤしてくれてたの嬉しい。そうだったんだね、わかる。もうこれ以上喋ったら出そう、あの曲名とかメンバーとかを言っちゃいそうでガチし、もう本当にやめます。え良すぎても指原さんにも言ったんですよこれ。まだ言う本当にこれがめっちゃ良くてっつったら、あそうだったんだみたいな、本当に本番も楽しみなんですっていうの指原さんにも言ったぐらい本当に楽しみ。本当にみんな楽しみにしててね。まあねスシローさんまだ見てないからなのね、まあいいと思って多分セトリも組んでくださってるし、メンバーとかもあのいろいろねいろいろ決めてくださってると思うんだけど、見てないから確かにそうなんだしか言えないよね。だから早く私はもうみんなに見てほしい私も頑張るよ、私もめっちゃ頑張るけど、そこのコーナーは私も楽しみですってぐらい楽しみなフェスなので、皆さんも楽しみにしていていて。あとさなんかさなんかね本当になんかあのこの前イコノイジュ2023のなんかリハーサル映像を見たんですよ。去年のなんか DVD になってるやつをメイキング見たんですね。でなんか私見つけられなくて、なんか全員でよろしくお願いしますみたいな時私どこだろうと思って全然私みたいな人がいなくて、あ私休みだったっけと思いながら、そしたらなんかあの平成の極戦に出てる人みたいな髪型をしてる人が1名いらっしゃって、え何めっちゃ極戦みたいな髪型してるやんと思ったら私でした極戦ヘアしてて、私あのカチューシャでオールバックしてたんですよ。もうえ私
キーズとか極戦出てたっけってぐらいの平成の髪型してて、本当にもうさ探せなかったもん。あん時はさもうカメラ入ってようがねもういいやと思いながらすっぴんオールバックだったわけですよ。びっくり。ちょっとメガネはねさすがにかけてない。マジ本当に見てほしい DVD 買った人見て。本当に私なんかびっくりしたもん自分で。えっがっつりこの前髪がなくてすっぴんでルーキーズやんみたいな。一応可愛いカチューシャしてたんだけどなんか美獣がついてるね。でも本当に極戦ルーキーズですかっていう髪型でもう自分で笑ったもん。私全然見つけられなさすぎてびっくり。本当にちょっとみんな見てみて。それでちょっと見るのやめたんだよ。怖すぎて今後何が出てくるか分かんないから怖っと思って消しましたオープニングでさもうそうそうそんな髪型してたらもう今後どうなるんやろうと思って怖すぎてちょっと消しました。勇気ある方見てくださいね。メイキング結構私メイキング好きで見るんですけどちょっとマジでさ見てみてみんな今年はね全部ちゃんとメイクをしてたりとかなんかそのなんかねオールバックでいることはなかったと思うんですけど今年は多分オールバックではないと思うので安心してくださいファンの皆様。ちょっと言うね無理。そうだねノーモークライを流しながら見ようかなそしたらちょっと気分も上がるかしらてれ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 めっちゃ見てる。え、逃げ恥って平成だっけ？平成か？逃げ恥はノーモーくらい歌うかと思ったらそうだよ、恋です。あとあのなんだっけラストマイルを見たくてミュウも見始めて今8話ぐらいまでいってんのかな。アンナチュラルの内容は基本全部覚えてるからあれも2週ぐらいしてるからだからね早くラストマイルが見たすぎてでもスケジュール的に今忙しくて見れないからまあじゃあミウ見たことなかったんですよ。だからミウ見ようと思って見てるんですよ。そしたら星野源さんが出ててなんかあなたにおすすめで逃げ恥が出てきちゃったんですね。だから逃げ恥と一緒に見てるんですよ本当にこっちとこっちで見てるから全然役が違うんですけどキャラが全然違うんですけど星野さんのなのにどっちも見てる。ラストマイル見てほしい本当にマジで見たいよ。終わったら見る。逃げ恥じゃない憩いの勢いが終わったら絶対見ます。もう見た人いる？あ、翔子見てたよね。そうそうそうアベンジャーズ感があった。え、そんなの気になるやん。でもやっぱりねそのミュウとかあとアンナチュラル見てた方が面白いって聞いてたからよし見ようと思って見てね今マジで8話ぐらいまでだかな。でるるる、あ、いや9話だ。9話見てるわ。これ何話まであんの？あと2話ぐらい。わー楽しみ。でもさ私もさこういうのさ終わってほしくないから最初は見たくないんだよね。連続ドラマってなんか終わってほしくなくて最終話あんま見ないみたいな時があるんですけど。わかる？そうなの。
あ、石原さとみさんはあれ見た、それこそネットフリでね、あれ見たんだよ、なんだっけ、ミッシング、ね、ミッシング見ちゃったのよ。ミッシング見てうわーって思いながら、ホラー映画はね私見れない、ビビリなんで。ミッシングはねちょっとやっぱ内容はねこう軽くはないんですよね、やっぱり予告でも分かる通り軽い感じじゃないので、やっぱこう考えさせられる映画なので、うん、考えさせられます本当に。だから本当軽い気持ちで見ない方がいい、ミッシングは。なんか石原さんのなんかいろんなその役作りについてなんかインタビューかなんかで、そのもっとそのなんか役作りのためにボディーソープで髪の毛を洗ったぐらいキシキシ感が出るような、そういうなんかのが分かるようにみたいなやつを聞いてて、そんなすごく役作りしてる石原さん見たいと思って見たら、なんかおーっていう感じで、普段なんか見たことのない演技だった、すごかった。怖い映画を見て泣いたこと、あ、怖い嫌だってことない、見ないもん、怖くて見えません。ちょっと怖いんでね。だからこのショールーム終わった後、私はねミュウも見なきゃいけないし逃げ恥も見なきゃいけないのよ、楽しみ。地面師は見た、2周した、なんならヒューストンで見たよ。ヒューストンの帰りの飛行機、行きの飛行機と帰りの飛行機で2周しました。もうええでしょってぐらい見ましたよ。キュルキュルサラちゃんはキュルキュルの目してる、よかった。サナメタルです、そのシーンが結構好き、ミュー見た人ならわかると思うんですけど、私も人生で一度行ってみたいわ、サナメタルです。あ、極悪女王合ってる言い方、そう友達にめっちゃ勧められてマイリストに入れてるんだけど、もう見たいやつありすぎて本当に。そうそう猫ちゃんの回、そうそうそう、絶対好きだと思う、マジ。ちょっと見る、ちょっともう見たい映画、映画じゃない、見たいものがありすぎてマイリストに入れてるのよ。おすすめのドラマ、え、やっぱさ今のドラマはね、ごめんなさい本当に全然終えてないんですけど、逃げ恥です。刑事系のドラマも私も好き、あと医療系も大好き、アンナチュラルもいっぱい見たよ。とりあえずね、もうミユを見なきゃいけないから、この通りね、まだ見てないよね。なななななな、てれれ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 れ、お腹すいたとか、夕飯食べてないよ今日。ショールームしてるとご飯食べてるか食べてないか分かんなくなっちゃう。喋ってるとお腹いっぱいになりません？しかもお腹いっぱいないしお腹すくんだよ。そうだ今日何食べたの今日。私今日何食べたんだ。私今日だ、朝ブランチですね、朝と昼兼用でうどん食べました、たぬきうどん、たぬきうどん食べて
それでスタバ飲んで終わった。プリ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 、月見バーガーまだ食べてないんだよね。そうなの、食べれないんだよね。でもそのこんな時間でも11時じゃん。もう11時ね、ほんとスタバね。スタバ皆さん焼き芋食べました。間違った、焼き芋飲みました。めちゃめちゃ美味しかったですよ。焼き芋えぐ美味しかった。一気飲みしました。えぐいほど美味しかったので皆さんおすすめです。ガチで美味しすぎたのでちょっとみんな飲んで。ねえ、芋けんぴが美味しそう。今日その話したの、スタッフさんと。本当に美味しかった。甘いでもなんか甘すぎるみたいな感じ。結構本当美味しいからちょっとさ飲んでほしい。美味しかった。節約しとるの偉いね。偉いじゃないか。じゃあ終わります。私はドラマを見なきゃいけない。ドラマ見てる間に立ち位置覚えろって感じなんですけど、ちょっとこれからリラックスタイムに入るので終わります。あ、タワー来た、ありがとう。杏仁豆腐ちゃん、デレレ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 デデデデデデデン、ドゥルル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 ルやばい、極戦とか言ってたからなんか来ちゃった。ブルンブルンブルン。コラボ愛見たよ、杏仁豆腐食べてたね。あそうなの、かき氷のやつでしょ。そうなのよ、杏仁豆腐食べたのよ。杏仁豆腐食べたのよ。まあ久しぶりに久しぶりに食べたよ。おいしかった。じゃあ杏仁豆腐か。こう杏仁豆腐はこういう感じで、本当に立体描けないんだよな。うーん、難しい。みんなはさ食べれなくはないけど食べれないくはないけどまああっても食べないかなみたいなさやつある。ダダーン、杏仁豆腐ある。あー結構みんなやっぱあるね。杏仁豆腐ちゃんありがとう。これ杏仁豆腐、わーわかる。グリーンピースめっちゃわかるかも。私も食べれるけど、まあ、好んでは食べないかなみたいな。ありがとう杏仁豆腐ちゃん、大好きだよ。え、そうなのよ、めちゃめちゃわかる。わかる、確かにすぎる。グリーンピースエグい量入ってた、めっちゃわかるわ。懐かしい、もう懐かしい、もう言ってたのが懐かしいよ。マジで超言ってたの。懐かしいね。うん、また行きたい。あそこのご飯美味しいから、あそこのご飯食べに行きたいぐらい美味しい。あのスタジオツアーちょっと遠いけどね。じゃあ終わりたいと思います。ランキングを読んでいこう。
1位がメッシュありがとう、2位がひさのちゃんありがとう、3位がくーちゃん、3人壇上です、おめでとうございます、表彰台。4位がたいちゃん、5位がかなちん、6位が杏仁豆腐、7位がアニャ、8位がゆうせい、9位が森ちか、10位がしずてぃ、11位がニッチ、12位があつき、13位がうー、そしてタワーをくれたのがえみちゃん、かなちん、くーちゃん、ひさのちゃん、メッシュ、たいちゃん、あんにん豆腐ちゃん、どうもありがとう。タワーってタワーマンション住みますありがとうございます。カラオケはね、ありがとう聞いてくれて、じゃあ終わる、みんなバイバイ、バイバイ、おやすみ、みんなもドラマ見てね。あとはですね、近々嬉しい報告が皆さんにできるかもかもかもなんですよね。ぜひ楽しみに、想像して楽しみに待っていてください。想像してニヤニヤして待っててください。おやすみ、バイバーイ、ありがとうね、マイマイ、おやすみ。